いよいよね、青森も3月の下旬になってやっと最高気温が安定して10度を超えるようになってきたんで、まあいろいろ畑作業をね始めています。で今回ね、まあ雪溶かす作業とか耕す作業とかちょっと省いたんだけども、今回ねこれね育てます。ミニトマト、プチプヨっていうやつね。プチプヨ知ってる人は知ってると思うんだけども、これすんごい皮が薄くてね、なんて言うんだろう、水風船に羊羹入ってこうプチってやってプリンってこうゴムが剥けてさ中身出てくる羊羹あるじゃないですか。ああいう感じぐらい皮が薄くてすぐ弾けそうなぐらいのトマトです。高級品です。青森のデパート桜野っていうところで、これ生産してる農家さんが出荷してて値段聞いたんだけども、まあ店に行って、ね、行ったんじゃないんだけども、生産してる農家さん曰く、青森ではベビーベビーっていうブランドで売り出してて、これ14個だったかな、ね、ミニトマト14個入って700円します。東京でも元高いみたいですね。で新宿とかのなんか高級デパート、デパートじゃないか、レストランでも使われてるってことで、何年か前にゴチになりますでもテレビに出たトマトなんだけどもね、まあこれはね、ただ結構聞けば発芽しにくいとかね、すごい皮が薄いんで雨に当たっただけで弾ける、めっちゃ皮がむけちゃうとか傷みやすい、袋に入れたりパックに入れたりしても腐りやすいとか、そういうすんごいデリケートなトマトなんですよね。ただ味は、食感はね、味自体は俺はまあ美味しい、楽しい食感で美味しいかなっていう感じの、食感がすごいんで、この苗を俺に作ってくれっていうね人が何人かいたんで、まあじゃあついでに俺作って俺も育ててみようかなって思います。今年この CF プチプヨ、今回俺もこれを作ってみようかなと思います。で使うもの、まず苗作るとき、売ってる苗って3号ポットに入ってるんだけども、その前段階としてこの育苗箱、これで、集中的に育てて、それから移植移し替える、3号ポットに移して大きくなって一番花が咲いたら、一番目の花が咲いたぐらいで植えていく、プランターなり、地面なりに植えていくっていう手順を踏んで栽培していきます。で今回はこの育苗箱に集中的に育てるところをやっていきたいと思います。これね、ね使う土、一応自然農法なんで市販の土だと、商売するには、なんつった、まあ都合悪い土よりも認証が通らなくなるんで、まあ、違反になるんで、市販の土、育苗用土とか、野菜の土とかホームセンターで売ってるものはだいたい化学肥料とかそういうの入ってるし、どういう風な経路をたどってるかわからないんで、まあ、自分の畑、自然農法、有機農法をやっている畑の土を使って栽培したいと思います。でみんな心配するのが、養分足さなくていいのっていう話なんだけども、トマトの原産地アルプスの標高の高いところで、まあ、地力のないところでも育つんで、問題ないです、はっきり言って。まあ別はまた別に話すればいいんだけども、ね、逆に火を上げすぎると子孫を残さなくていいっていうふうに、トマト自体が判断して実を落とすとか着火しないっていうこともあるそうなんで、別になくても大丈夫です。いや経験上大丈夫だったから、山でそんなに肥料入れてないし、入れなくても育ちます。なんでこれにまず土を入れてきて種をまいていきたいと思います。で今ね土を取ってきたんだけれども、いろいろとね、こういう粗大な有機物とかいろいろ入ってるんで、固まった土とかこういうのが入ってると種をまく時の作業で、やりづらいんで、ふるいにかけます。これちょっと大きいんだけどね、作業するスペースに対してね、まあ、これでやっていきたいと思います。ただ今気づいたのが、ここにスコップがないな。まあ、スコップの代わりだな。ホタテの貝使います。すくえれば何でもいいんだよ。ね、こうやって入れといて、ね、こうやってどんどん振りかけていきます。
こうするとさ、ほらこういうダマになった土が出てくるんで、まあ、こういうのあると本当にさ種まきするときさ邪魔なのよ、これがね結構ね。でもこういう土もなきゃダメなんだけど、畑にはちょっとだけど、種をまく育苗の段階ではちょっと邪魔なんで、都合が悪いんで取り除いていくと、それがこの作業ね。ここの作業をさ怠ると後で組みます。だこうやってね、取った土ちょっと多かったかなって思ったんだけども、あれこんなにいらないかなってさ、スコップ3杯分ぐらいだったが、だけどもこうやってやっていくと結構ね多すぎないんだなと。ほらこういう軽石とか出てくるんだよね。うちのね、家の庭のね畑はさ、もともと宅地だったんで、そこに黒土を入れて、何年間だろう、2、30年ぐらい土作りを続けた畑なんで、どうしても元となる土のなんだ軽石だとか小石だとかがね入ってるんだけども、まあそういうものもあるけれども、元の土の土性ってのは変わりにくいもんだから、いくら外からね100度土を持ってきたとしても、そういう土性は変わりません、基本的には。ああほらなんだこれ、ああ稲わらかね。で大体大体このくらいでいいですかね、残ったのはまた畑に戻して、あそこにトマトを入れる予定なんで、そういう栽培に使っていきたいと思います。でいよいよね植えていくわけだけども、種をまいていくわけだけども、まあ、どうするかっていうと、まずはこの定規、本当はね定規じゃなくてもっといい道具あるんだけども、俺も研修先ではねバンバン最新のものいいものを使ってたんだけども、まあお金だからねそれもね。であるもので代用できるんだれば、そこは知恵としてね、そういうあるもので代用していければいいんじゃないかなと思います。特に俺がやっぱこうやって動画で相手にしてるのはプロの農家さんではなくて、やはり一般家庭の農家さんを俺想定して動画を作ってるんで、家にあるものとかそういうので代用できればいいなって思ってやってるんで、定規ね今回これまず鳴らしてます。まあ、こういう育苗箱とかも代用できるものあるかもしれないけれども、やはり水はけ下の方穴入れたりとかいう条件が入るとやっぱ買った方がいいかなと。あ、ちなみにこの育苗箱ね安いです、100円しませんでした、80何本税込みで90何本だったかな、ちょっと細かい数字は忘れたけれども、そのくらいで青森の近所の、なんだっけフォーマックっていう DCM グループは結構大きいと思うんで、他のところにもあると思いますけど、まあ、売ってるんで、探してみてください。100円しませんでした。で、はい、鳴らし終わりました。で、どうしていくかっていうと、まあ、まずは今回 何株の苗が欲しいのかってことで植える数を決めるんだけども、今回は、あれ100粒入ってるんで、半分の50作ろうと思います。で、ってことは、まあ、これ列作っていきますよ。何列にしよう。1、2、3、うん、5列にしようか。5列で10個ずつ。で、こうやって、ずっとこう、溝を作っていきます。ちょっと深かったかな。ちょっと深いんで、やり直します。で、こうやってやり直すときも、ほら、簡単に元に戻せるというね。うん。よいしょ。まあ、種の気持ち、種の3倍とか、覚えとけばね、いいと思います。種の3倍の深さ。よし、5列、1列に、10個ずつ植えていきます。で、これもまたね、種まくとき、ここに種を入れてまくんだけれども、これ、鉢の水受けの皿です。どこでも売ってますよね。100円ショップでも売ってます。ね、あるものを、身近にあるものを使って、種をまいていこうというのが俺の動画の趣旨なんで。で、こういう風に入ってました、中で。CF プチプヨって。ね、種。
ちぇな。まあミニトマトだけどさ、これを巻いていきますね。わあ、ちっちゃい、ほんとに大玉のトマト。いやー、こんなちっちゃいの俺初めてかもしれない。トマトの種で、うわ、こったちっちゃいんだ、プチプヨ。まあ一回全部出すか。あ、いや、今までトマトはさ、ミニトマトの名前忘れたけど、大きいのだとレイカとか桃太郎とかいろいろやったけれども、すごいちっちゃいですこれ。これちょっと待って、喋るので空気でさ飛んじゃいそうなぐらいだこれ。あとはもう根気だよね。光の向きでちょっと暗くなるね。よいしょ。まずこういうの真ん中に植えて、で、呼吸するのも喋るのもためらわれるな。すごい繊細これ。初めてだよこんなちっちゃいの。こうだよ、見える？光がちょっと影になってるけど、こうだよ。で、ちっちゃいよね。うわぁ、こんなちっちゃい種俺初めてだわ。うわ、うわ、見えなくなった。1,2,3,4,5,6,7,8。 苗売れなくて余ったら山の畑とかに植えようと思うんで、山の畑はトマト植えれるのが、まあ、6月の10日、20日以降だろうね。そのあたり以降だろうね、半ば以降だから。ちょっと今回少なくします。さっき10粒って言ったけど8粒でいきます。でこれで一通り今これだから巻いていきます。ちょっと根気がいるんで集中させてください。喋りながらだと飛んじゃうんで、種がヒューっとね。で、今ちょっと集中してやるので、ちょっと動画切りますね。はい。巻き終わりました。本当だったらね、ちょっと待って、見えるかな？あ、見えるね。プチプチ、ちょっとしたプチプチが筋になって点々あるの。もっと大きいんだよ。倍ぐらいの大きさあるんだよ、トマトってさ。今までやったことある品種はね、こんなにちっちゃいとは思わなかったね。うん、まあ、で、あと土どうするかっていうと、ふんわりと陰で言います。ここはそんなにね、深すぎず厚すぎずっていうか、ちょっと、あ、これどうだろう、俺も失敗するかもな。結構ね、芽が出ませんでしたっていうさ、話が多くてさ、どうだろうと思ったけど、これこんなに種ちっちゃいんだったら発ができないっていうことも考えられるね。最初はやった人が、まあ、素人の人だから、まあ、深く植えすぎたとか水多すぎたとか、まあ、そういう失敗なんだろうなって甘く見てたんだけどさ、なめでかかってたけど、これだったら失敗する可能性あるわな。うん、はい、これで埋め終わりました。んで鎮圧、よいしょ、やっておきます。これでね、種が土と密着するんで、することを狙ったのと、水持ちを良くする狙いがあります。まあ種をね、土と密着させる方が一番の、狙いかな。うん、こうやってこれで種まき完成です。で、あとは水をかけて、優しくシャワーかけて、新聞紙をかけて保水するようにしておきます。うん、で、あとは暖かい、雪国にはね、玄関の外にガラスのね、風除室、風を除く部屋ってのがあって、そこに置いときます。ガラスの、逆に言えばガラスハウスなんで、ガラスのハウス、そこに置いて、暖かいところに置いて、新聞紙かけて濡らして、発芽を待ちたいと思います。はい、揃ったらまた動画で報告させていただきたいと思います。うん、丁寧な言葉だね。でこういうパターンの育苗、筋巻きにしたパターンの育苗の水やりのやり方
も動画にしていきますんで、最初はね、シャワーでいいんだよ。優しくファーッとでいいから。で、その後芽が出てきた後どう巻くかっていうと、またちょっと違うやり方があるんで、それも動画にしていきます。ではまた次回の動画で、ね、お会いできることを期待しています。